修行は仏教における精神の鍛錬に関する用語の一つ。財産、名誉、性欲といった人間的な欲望から解放され、生きていること自体に満足感を得られる状態を追求することを指す。この仏教用語をもとに古代インド宗教における同質の行為や他の宗教における精神鍛錬にも固有の用語がない場合にはこの語が用いられる。また一般的には、 世俗的な修練、習い納めを表す語である修行と混同されて呼ばれることも少なくない。修行の一つである企行修言道における山岳修行中の山伏仏典の中では特に修行と呼ぶことは少なく行とのみ呼ぶことが多い。特に厳しく苦しい修行は苦行と称される。また、特別重要で中心的な修行を指して正行と呼び。 補助的な修行を助行と呼ぶこともある。修行を行う層を日本では行者、あるいは修行像と呼び、同じく主言者をも行者と呼ぶ。また、その他の宗教の修行者も行者の名で呼ばれる場合がある。修行においては、怒り恨み、妬み、憎悪といった否定的感情も破棄しなければならない。額に汗をかかなければ無理であるという意見もある一方、 学に汗をかく必要がない修行もあるという意見もある。日本語では修行を修行と表記し、その意味が混同される場合も多い。しかし修行が上述の通り宗教的な行すなわち本質的に二つの悟りを求めて実践することを指しているのに対し修行は世間的な学問や理芸などを習い収めることや 職業的な制御を習得することを指す語であり、明確な違いがある。ただし、辞書などによれば、修行の中には学ぶだけではなく、積極的に身につける場合でも、修行とする場合がある。上述した、混同の問題とも多分に関連するが、本来の用法、用語から逸脱あるいは派生した用法に、次のようなものがある。なお、特筆しない限りは日本語での用法である。 ありがとうございます。